初めてこんな格好して写真いっぱい撮られて恥ずかしかったんですけど楽しかったです。あの傘を使ったやつが印象的でした。あと1ヶ月ちょいぐらいで20歳になるんですけど、今まで座せてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。